貧乏天ぷらでございます。はい、おつー。あ、どうも。天ぷらも美味しいですけどね。天ぷらってね、実はポルトガル語だっていう話をね。あ、ね、ポルトガル料理っていうね、あの辺を持ってきたのってザビエルとか。ザビエルあの辺でしょ。カステラとかね。ね、コンペイトーもポルトガルですから。まあそれに続き明治維新もですよ。日本開国ですよ、あれは。今まで育んできた日本のそういったシャーマニズム的な精神を根こそぎ奪った明治維新。西郷隆盛、坂本龍馬は今だとね、英雄って言われてるけどね、暗躍した人だよね、実はね。まあ裏にトーマスグラバーっていうね、フリーメイソンの人がいたっていうのはめちゃくちゃ有名な話ですけど、坂本龍馬と西郷隆盛がやろうとしたのは倒幕なんですよ。もう幕って今で言ったらもうだから政府だよね。政府、政府、を倒して自分たちのいいように仕組んだ言い方が正しいのかな。外国の流れを持ってこようとか。そうそうそう、物質主義を持ってこうっていう。まあ、一日三食が始まったのも明治から、まあ、つまり今風に言うと新世界秩序をもたらしたのが明治維新。明治以前は一日二食だった。庶民はその食事の回数を増やすことによって食べ物が売れる、はい、日本開国に迫ったペリー、彼もフリーメイソンですし、そして1859年に来日したスコットランド人トーマス・グラバーさん、彼もフリーメイソンですよ。彼はあのジャーディン・マセスソン商会っていうね、イギリスでね、アヘン戦争で暗躍したロスチャイルド系の会社なんだよね。ロスチャイルドっていうのがもともとロートシルドって言ってね、ドイツの小さい家だった。赤い盾っていう意味で、英語だとレッドシールドみたいな、で向こうだとロートシールドって呼んで、それを英語読みにしてロスチャイルドっていう。で、まあ、あいつらもね、元の貧乏だったんだけど、だん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 王家に近づいてって、最終的にね、ナポレオン戦争でインサイダー取引でバーンと金を儲けて、ナポレオンにね、わざと負けてもらって、そう、マイヤー・ムシェルが、こいつがロスチャイルドがあそこまで成功した、まあ、きっかけになったんだよね。でロスチャイルド家っていろんなところに拠点持ってたね。ロンドンとかパリとか。そうなんですよ。こいつらね、もういち早く情報を得れるようなネットワークを作って、でそこでいろいろ仕組んで、ナポレオンが負けるだ勝つだっていう情報をねもらって、民衆に嘘を流して、で実際は負けて、みんなが売り払って国債を全部買い占めて儲けたっていうのが、まあ、ロスチャイルド。そう、その元祖ロスチャイルドがマイヤー・アムシェル・ロスチャイルドっていう人で、その人にあの5人の息子がいた。その5人の息子をその一人前に育てて世界中にね送ったわけよ。ロンドンとかパリとかに。でその5人の息子を表したのがロスチャイルド家のシンボルにも書かれてる5本の矢。そうなんですよ。で、まあ、その後イギリスの中央銀行を乗っ取ったっていう、あの辺にまで進出したんだよね。でそのイギリスの中央銀行の支社的な感じでアメリカに FRB を作ってっていう。FRB ワシントン DC にある、まあ、日銀みたいな。その FRB っていうのは政府が運営するものじゃなくて民間企業なんだよね。だから株式っていうものがあるわけですよ。まあ日本もそうなんだけど、日銀もね、民間企業だから。で、まあ、日本にもね視野を広げてきて、で、まあ、グラバーさんが入ってきまして、まあ、薩摩長州とかあの辺のね藩士に武器を与えるのよ。それっていうのは日本にも経済圏を広めるためみたいな。そうそうそう、日本にビジネスチャンスがあるっていうことを多分ロスチャイルドが聞きつけたんだろうね。その前身が東インド会社、世界最古の株式会社で、はい、裏にはエリザベス一世が、で、あの辺がね、操られてさ、龍馬と高森さんとかね、あの辺が、まあ、龍馬はね、影武者がいるっていう話もあるからね。暗殺されたのは本物の龍馬じゃなくて、本物の龍馬はスコットランドに逃げてたっていうね。そうなんです、ね、だからあの肖像があるでしょ、あれ偽物の龍馬なの、あれは本物じゃないの。あと高森にも太眉にデブの箱があるけど、あれも偽物です。じゃあ二人とも、もうそっち側にかくまわれてたんだ。そう、で、なぜスコットランドに逃げたか。スコットランドフリーメイソンの聖地っていうテンプル騎士団が逃げた先がスコットランドでね、キリストの聖杯もあっちに運んだって話があって、まあそこの造船業とか石工の人たちからフリーメイソンが怒ってるから、テンプル騎士団がまあ後のフリーメイソンとなったわけだから。テンプル騎士団ってのは何だ。これは十字軍の、まあ、一つ。エルサレムってあるでしょ、うん、イスラム教とかあの辺がひしめいてる。で、ほら、いろんな奴らの本拠地になってるじゃん、そのルーバイアがあって。で、巡礼しに来る人たちの安全を確保するっていう役割で来たんだけど、そこでお金を預かったりとかもしてて、一気に富がザーンと増えて。世界で初めて銀行のシステムを作ったんだよね。そう。ATM のシステムを作ったの、あの人たちが。この人たちがね、もうすごいことになってしまい、国が作れるぐらいまで膨れ上がっちゃった。で、当時財政難で喘いでたフランスのフィリップ4世っていうやつが根の葉もない嘘をこじつけて処刑して、まあ、亡くなったっていう。簡単に言うとテンプル騎士団が金持ってることに嫉妬して、まあ、お金を取るためにテンプル騎士団がバフォメットっていうね悪魔を崇拝してるとか、そういった、まあ、こじつけをされて、最後のジャック・ドモレーが殺されたわけですよ。火炙りですごかったらしいよ。その最後の死に際のドモレーがもう結構ホラーだったみたいな。お前ら絶対呪い殺すからなみたいな感じで亡くなって。じゃあテンプル騎士団はもともといい人たち。
まあ、キリストの聖杯を探してたんだよね、実は。キリストの意志というか、そういったものを受け継ぐ聖杯を探してた。聖杯ってのは杯とか、うん、キリストの頭蓋骨とか、そういったものを探して、まあ、見つけたんだよね、最終的に。で、多分スコットランドに確かね移送されたんだよ、密輸して。で、ドモレは死にました。でも残党がいるから、テンプル騎士団の、なんとかドモレさんの骨では持ってていこうと。そしたら頭蓋骨と骨がクロスした状態で埋葬されてた。これを掲げて海賊になったの。うん、あれは復活の象徴なのよ。頭蓋骨と骨2本あれば復活できるっていう、そういうドモレの意志を受け継いで、それが D の意志って言われてる。そう、テンプル騎士団の歴代の総長の多くがミドルネームに D っていうのが入ってた。でもあのグラバーとかあの辺が亀山社中とかね、あの辺を作らして、ね、武器を坂本龍馬を筆頭にさ、薩摩藩かとかに武器を流して、でも戦争が起こるわけ。亀山社中起業からわずか3ヶ月で7800丁のライフルを入手した。おかしいんだっておかしいんだって。でこのライフルは全部あのジャンク品だから、アメリカ南北戦争で使って残り中古の武器をロスチャイルドが貸し出してお金儲けてる。お前ら争って戦えっつって、戦争させてる、させてる、うん、だからこれがあいつらのビジネスだから、ロスチャイルドさん。で、まあ、結局ね、慶喜の時代に、まあ、無血会場でね、うん、大政奉還が行われたけど、パリ系メイソン、イギリス系メイソンがいるんだよね。まあ、どっちもロスチャイルドだもんね。結局フランス自体が自由平等博愛っていうスローガンのもと、うん、メイソンが支配してるから。じゃあロスチャイルドがもう裏で戦争をいじって、でメイソン介入やってるわけ。こうやってメイソンはリクルート機関だから、あれはメイソンって誰でも入れるから、そこでよりさらに能力を持った人間を引っこ抜いてる。ハローワークだよな、いや簡単に言うと。だから実際のところ本当にあの友愛団体なのよ、やっぱ表向きはね。日本新政府ができましたよ、大日本帝国が。山口県のとある場所からね、天皇家は始まりました。山口っていうのはね、天皇家と総理大臣養成所、ね、養成所なんですよ。そういうシステムがあるんですよ。だからまあお茶の間でもそれは言えない。この仕組みのもとみんなこう上についてるんです、みんな。まあそういう感じで日本開国されたわけですよ。太陰暦、太陽暦になって生活リズムが狂わされ、もともとそのほら月のリズムで生活したのが太陽になっちゃってさ、やっぱ月のリズムで生きてる方がより人間的らしいからね。女の子の日とかもね、女性も関わってるもんね、うん、結局やっぱ月が人間に与える影響っていうのを知ってたから、あいつらは変えたんだよ。でサマータイム導入とかな。あーサマータイムね、あの辺も人間のリズムを完全に狂わせるからね。全部あいつらがね書き換えていったんだよ。結局そこからフリーメイソンの支配が大きく本格的に始まったわけ。文明開化が行われたんですよ。本来日本人がね大切にしてたね、大麻とかそういったものも実はそこから弾圧されてくる。じゃあもうそんなさ、生活リズムも変えられて、生活の中の習慣っていうか、服とかも全部変えられて、様式も変えられたんだよ、うん、だって昔は見たら朝の服着てたんだ、どんどん禁止されたりとか、うん、ありとあらゆるものに大麻が使われてるから。だって建築もできるし、紙も作れる、もう薬にもなる。あのいう万能なものを全部その時代から弾圧して、うん、で、まあ、GHQ がさらに焼き払ってとかね。そこからいろんなねことが行われて、西洋文化が持ってこられ、日本の精神面が実は明治維新から骨抜きにされて、でその時代に神社の神様も変えられていったりとか。多分古事記もそのタイミングとかでさ、ちょっと変わってんじゃない。どうなんだろうね、まあ、変えられてるかもね。やっぱ天皇のほら、うん、アマテラス直系にしなきゃいけないから。アマテラスにする理由は何？アマテラス自体が向こうから入ってきてる神様だから、結局ユダヤとかの方だから、ヤハウェとかさ、あの辺の一神教的な側面を持ってるものを持ってきたから、やっぱそれを祀らないといけないんだよね。あ、じゃあそれを祀るために日本の今までの神様をとかして、そうだから自然信仰的なものをやっぱりちょっと書き換えたかったところはあったのかもな、うん、古代の神社って社ないんだよ。もうその山をご神体にしたりとか、ただの本当にでっかい 岩がポンと置いてても、うん、こういう神社ですっていう。多分縄文とかの神社はそんな感じだった、うん、自然を崇拝するんですよ、うん、自然崇拝だから、こんなものに神がみたいなものは、うん、意外とルーツをたどったら本当の昔祀ってたみたいなことがあるでしょうね、うん、まあ、そういったものがどん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 知らなくなってきたし、あとほら日本って神話教えないでしょ、古事記とか教えないでしょ、うん、神話を知らない国って絶対に滅びるって言われてるんだよ。あ、その国のルーツを知らないで、そう、ね、で古事記自体は多分俺も習ってないし、自分で興味持って調べに行かないと分かんない話だし、うん、だって最初卑弥呼を習って次聖徳太子だもんね。そう、飛びすぎだろ、飛びすぎだし、うん、俺卑弥呼って一人じゃなかったと思ってんだよね。卑弥呼ってさ結構巫女じゃん、シャーマンじゃん、うん、巫女っていっぱいいたのよ、その当時の日本って。で族長がみんな巫女だから、俺いっぱいいたと思ってんだよね今って。どうなんだ卑弥呼ってね、どこにいたんですかね。俺沖縄とか怪しいと思ってんだよね。なんで沖縄、沖縄の辺ってやっぱさすげえシャーマンの国なのよ。まあ結局中国が入ってきてるからあれだろうけど、もともと女性しか入れない場所とかあったりとかさ、あの辺り怪しいと思うんだよな。沖縄かどうか分かんない。
ないけど、こういった話があったりとかね。日本は滅びるよ、このまま行くと。アメリカの歴史とかさ、もう一日で終えられるぐらいだからさ、いいよね。そう、確かに。だからそれってのは短いの？うん、短すぎる。だってアメリカってさ、まだ建国されて300年とか。つい最近だもんな、うん。確かになんか日本のすごいところっていうのは歴史が長いみたいに言うじゃん。アメリカってそんな短いんだ。短いっすよ。300年。日本はもう、いや、何万年だからね。まあまあ、でも、名前は違ったよね。ヤマトとかいろんなのあるけど。でもまあ、1000年、2000年とかの話でしょ。シュメールの都市、ニップールから取られてるからね、日本って。ニップール、うん、神武天皇とかあの辺が入ってくるじゃん。あの辺がシュメールとか通ってきてるから、あの辺から持ち込まれた名前なんじゃないかな。ジャパンは黄金の国、ジパングで、ね。そう、ジパングから来てるしね。マルコ・ポーロの。アジアも日本から来てるんですよ。アシアから来てるんですよ。アシア族って、その、もともと日本にいた人たち。モノベシとかあの辺に繋がるのルーツになってる縄文人ですよ。でこの間のアシアドーマンとかも。アシアドーマンとかそう。ね、その、まあ、子孫とかね。そう、カタカムナを守り抜いた一族。これがアシア族っていうね。アジアって俺、アシアって書くからね。それをもう、日本が提案したとか。いや、自然と広がってたと思う。まあ、もしかしたらって話だから。都市伝説ですから、うん。もう最初にさ、もう全然信じないで、信じないで。絶対信じるな。これ妄想、妄想。妄想作れる。まあ、なんか詳しいことはね、うろ覚えだったりするから、何も資料が持ってないから、うん、知りたい人はなんか自分で調べてくれればいいと思うけど、うん、そう、なんかそういった話もあるっていう感じでございます。はい、明治維新から日本の支配は始まってます。信じるか信じないかは、あなた次第です。